なかなかだと思わない。あ、ロビンテンス、これも違う。よし、やるよ。ちょっと抜く。あふれはしないだろうけどさ、ブレーキがさ、減った分残ってくる。そう、まあ、ちょっとだけね、半分ぐらい。これだと簡単に回せるじゃん。締めるときはトルクレンチでいいと思うんですよ。おお、もうないよ、ほぼ固着してるね。すげえ錆びてる。これだけの分はさ、減ってんのよ。本当はピストンはさ、戻ってペタッとなってるところでしょ。これだけ減ったってことだよね。ほら、こんなに出てるでしょ。すごいね、シングルポットじゃなくて2つあるんだね、ピストンがね。何のグリスだろうね、使ってるのはね。すげえ劣化してるけどね。これで稼働するわけ。これが。まあなかなか良いね、稼働はね。面取りされてるわけじゃないんだ。少し削る。キーンってならないように。もうちょっとでいいよね。ピストンに当たるところに泣き止めグリス。何グリスだっけ。これだけで抜け止めなんだもんね。このピンだけ。だいぶ戻ってきたでしょ。
おお、川崎飛ぶっていうのは本当だわ。こんな飛ばないもんね、普通ね。エアカンでるわけじゃないね、大丈夫だ。こうなるんだね。そしたらまた緩めて、だいぶ綺麗になったね。エアが込むとこういうことなの。こうなる、ほら、いつまでも抜けちゃう。こうブレーキ普通こんなになんないじゃん。効かないってこと。うん、効かない、全くない。よし、これで規定量入れて終わり。このぐらいだな。全然変わったと思う、うん、ちょっと乗ってみようか。クラッチだよな、問題はな、うん、クラッチ遠い。あ、本当遠いね。ブレーキ効かないです、今は。まだちょっと当たるまでは、うん、クラッチのつながりがさ、すごい奥でしょ。ブル交換したけど変わんないよね。当初も遠かったじゃん、うん、今も遠いよね、この辺だもんね。なんだっけ、遊びが 2,3 ミリになるとかって言ってた、ね、うん、これだとね、軽くはなったけどさ、ただ握る量が多いしね、そもそもね。川崎のショップに行ってみようか。で、なんかサービスマニュアルも、うん、ケーブル交換書いてないみたいな。うんうん、聞かないわけは分かんない。分かんないね、調整が。ただネットで調べると、ね、うん、遠いって書いてあるね。今更ながらそんなもんなのかなみたいな。うん、確かに初めてのバイクだから。でも遠いよこれ。当たり前なのかなと思ってたけど、話した時にこことここが、はあはあ、それで合ってるよね、合わせる、うん、ここだもん、クラッチ切れるの。ほら、この辺で切れるよ。もうほんとちょっとだよ、ほら。ね。